1979年、東京都、読み区。数十年前、突如現れた巨大構造体、ヨミは、時代のエネルギー資源を人類にもたらし、この国に特殊兵器と、それに群がる人や町を生んだ。以来、ヨミ内部に広がる迷宮へ潜り、そこに巣くう危険生物を殺して資源採掘をする労働者たち、地下炭鉱士で町はにぎわってきた。しかしその景気も近年には大きく衰退し、仕事にあぶれた中小企業は次々に消えていった。そんな最中、中小零細である弊社カサンドラ社に突然の大仕事が舞い込んだ。それは手つかずの資源が眠る新鉱区、その採掘業務だった。しかも報酬は破格の歩合制。うますぎる話に不信感を覚えたが、自分に現場監督を命じると社長は乗り気の姿勢を崩さない。とはいえ、今の弊社にはまともに採掘労働のできる人材がほとんどいない。急いで自分の手足となる炭鉱士を募集せざるを得なくなった。だが弱小企業が優秀な人材などまず獲得できない。そこで闇採用にはなるが、裏ルートから主に女性や学生を狙った募集をかけた。炭鉱士は元来屈強な男たちの仕事よって、他者が未発掘の女子供ならば実は逸材を当てやすい。ただしこれは非合法、世間体に配慮し、時には駄菓子屋を貸し切って面接する一幕もあった。その甲斐あって、他に類を見ない才能と個性を持つ面々が揃えられた。そうして業務開始日、炭鉱士たちでごった返す読み駅のホームに降り立つ。専用改札の先が読みへと入るためのドックだ。読みの迷宮につながるゲート前で集合した部下たちに申し送りをする。過去の事例から見ても未知の工区での事故や死亡率は高い。仕事を辞退するならば今しかない。だが金が必要な境遇の者も多いせいか、その言葉に尻込みする者は誰一人いなかった。同行する読み校舎の職員と弊社の社長を伴い、怪しく光るゲートから読みへと出発する。希少資源を大量採掘して派手に稼ぐ。そして左内輪の凱旋。その時はそう思っていた。だが、
Undernauts へ送る恒例ナンバー、矢沢健二でなめんなよ。Come on.